皆さんこんにちは。次はこちらでこちらのこと紹介します。お名前お伺いしてもよろしいですか？はい、夏見ゆずです。三味線シンガーソングライターをやっております。おお、すごい、すごいかっこいいですね。三味線は何ですか？ちょっと一言で。はい、三味線は日本の和楽器 の伝統楽器なんですけれども、この3本の糸でメロディーを弾いたり、こう音楽を奏でる、まあジャパニーズギターですね。日本のギター。すごい。いつからゆずさんはやっていますか？今のこの三味線でシンガーソングライターをやるっていう活動は、まあ、今、まあ、4、5年、まあ、5年ぐらいですかね。5年ですごい。11月29日オンラインで日本文化祭、 YouTube で流されます。オンライン日本文化祭、この日本文化祭を見る方に何か一言ありますか？11月29日 のオンライン日本文化祭は、この三味線とピアノで J-POP 風のオリジナル曲を、スプリーズがありますということは、はい、ね、やっぱり三味線って結構こう古い音楽ばっかりやってて、ちょっと退屈だなみたいに思ってらっしゃる方が多いと思うので、日本の方だとちょっと新しいことをやるので、普通にこうバンドのライブを見に行くような感じで楽しんでいただければと思います。素晴らしいですね、スペシャル。じゃあ皆さん聞いたんですね、11月29日オンライン日本文化祭でスペシャルの音楽、スペシャルの形で流されます。ぜひ見てくださいね。